ししました続いて、市田忠義書記局長が幹部会を代表して、第9回中央委員会総会決議案、大運動目標総達成の特別期間を呼びかけるについて提案します、市田書記局長、どうぞ報告が続いてお疲れだと思いますが、この議案も大事な内容ですから、あとしばらくご辛抱ください。私は幹部会を代表して 第9回地方委員会総会決議案、大運動目標総達成の特別期間を呼びかけるについての提案を行います。まず皆さんの党勢拡大大運動での連日の奮闘に心から敬意を表します。参議院選挙を総括した第8回地方委員会総会は、我が党の最大の弱点が 自力の問題にあることを明らかにしました。そして、参議院選挙での日本共産党の躍進が、実力以上の結果であったことを直視し、第26回党大会の成功を目指して、党勢拡大に思い切って力を集中する大運動、発注層9月18日から来年1月末までを期間とする、 第26回党大会成功、党勢拡大大運動を提起しました。この大運動は、党員拡大を中心、根幹に据えた運動であります。その目標は、第一に、すべての支部が新しい党員を迎え、全党的には2万人を超える党員拡大に挑戦する。第二に 新聞赤旗の読者拡大では、すべての都道府県地区委員会支部が、日韓市日曜版とも、第2 5回党大会の水準の回復突破を目指すであります。前党はこの2ヶ月近く、発注総決定に沿って、党政拡大大運動に全力を挙げて取り組んできました。まず 大運動の到達点をどう見るかですが、中心課題である党員拡大では、10月度、1000人を超える入党決意者を迎え、大運動での入党決意者数は1952人となりました。これは、大運動目標比で9.8%であり、新入党員を迎えた支部は、 です新聞赤田読者拡大では参議院選挙後7月8月9月の3か月連続交代の後10月度は日刊紙日曜版ともに増税に転じましたしかし全党大会時比では日刊紙が86.5%日曜版は84.1%であり聖火支部は86.5%であり 1> 1ですこうした大運動の到達点を見る上では次の2つの角度が重要であります。第一は大運動を成功させる客観的主体的条件が大きく広がっていることが実践を通じて明らかになっていることであります。自ら 入党の相談に来る人が各地に生まれています東京では9月度の新入党者のうち1割強は自ら入党を申し込んできた人でしたこれはかつての党躍進期にもなかったことであります党員拡大で5地区東京北地区栃木南部地区福井南越地区福岡 東博多地区同じく下半地区が10月目標をやり遂げ大運動に入って20人以上の党院を迎えている地区が7地区あります10月目標を達成した栃木の南部地区委員会この地区委員会は昨年の大運動の1年間で25人1ヶ月の最高は7人でしたがこの10月に15人増やして目標を 達成しました。ここの地区委員長は次のように述べています。参議院選挙の躍進と発注層を受けて、党がさらに躍進するためには、比例の得票率が5%以下であった数少ない県の一つである都知事でこそ、大運動の取り組みを思い切って前進させる必要があると同時に、来年次々に行われる地区内の中間選挙での勝利や、県議空白の克服のためには、 それぞれの支部の自力をつけることが急がれるという思いを強くして実践の先頭に立ちました前回の大運動と比べて状況が全く違います自分の気分も違う実際に入党を働きかけた党員もこれまでと反応が全く違うことに驚いています一度動き出した支部や党員は動きが止まらないということも確信になっています 最初に入党者を迎えた佐野市の犬伏支部は現在6人増やしていますが自信がついて増やすのが面白くなっているこれまでなかなか決意しなかった支持者がいいよと即座に入党する状況に直面して党員拡大が重い課題でないという実感を得ていますですから10月目標を達成したからといってもう対象者はいないという思いにはならない末広がりの 取り組みになってきますこう述べていますこういう経験は全国各地で生まれています新聞赤旗購読の実質的申し込みも中央や各地に寄せられています今井名簿を活用した全国は一つの立場での読者拡大の取り組みが広がる中でこれまで一度も新聞赤旗に接したことのなかった人 新聞赤旗を読むのは今度が初めてという読者を増やす経験があちこちで生まれています。客観的,客観的条件の成熟という側面であります主体的条件という点で見るとどうか10月中の集中的な努力もあって発注層決議と党創立記念公演を討議し大運動について 何らかの活動を具体化した支部グループが79%議員団では8割を超えたことは大変重要であります去年の3月に2週間にわたって緊急支部会議開催の特別期間に取り組みましたがその到達は68.9%でした今回は支部会議の開催だけでなく 大運動について何らかの活動を具体化した支部が8割となりました。客観的条件という点でも主体的条件という点でも大運動成功の条件は満ち満ちているとそう言えると思います。同時に到達点の見方の第2はこういう貴重な前進はありますがこれまでの延長線上の取り組みでは 大運動の成功はあり得ないということであります。小運動にとどまってしまう。大運動に入ってすでに5人6人の新入党者を迎えた支部や、新聞赤旗読者拡大で毎月の目標をやり上げている支部が生まれている一方で、新入党者が10人に満たない県が4県、新入党者が5人未満の地区委員会がゼロの 旧地区を含めて136地区44%ありますまた読者拡大では大運動に入ってから後退している県が日韓市で27道府県132地区42%日曜版で19府県118地区37%であります到達点を 全体として見るならば、統制拡大の運動は、ここには優れた教訓も生まれていますが、大運動と呼べるだけの規模と速度になっていないというのが、率直な現状であります。私たちは先の参議院選挙で15年ぶりの躍進を勝ち取りました。全党と後援会の皆さんの不屈の活動の積み重ねが実ったものであります。これを 一過性のものに終わらせず、持続させ発展させるためには、躍進に踏み出したまさに今この時期に、それを支える本格的な党を作ることが、絶対不可欠であります。私たちの活動を図る基準は、あくまでも、自ら決めた目標に置かれなければなりません。そこそこ進めばいい、では済まされません。 私たちは参議院選挙で、自ら決めた目標をみんなの力で見事に達成しました。全党の同志の皆さん、今度はそれに続いて、党勢拡大運動でも、自ら決めた目標をみんなの力で必ずた達成しようではありませんか。今、安倍政権の暴走が続き、我が党以外の野党が、 自民党政治への対抗軸を持たず混迷混乱しています有権者の大きな期待が我が党に寄せられていますこういう期待に応えて強く大きな党を作ることは国民への責任であります暴走との戦いを強めながら党の力をつける仕事を何としてもやり遂げる大運動目標を必ず達成するこの立場に 確固として断ち切り、統制拡大、大運動の大飛躍を必ず勝ち取りたいと思います。以上を踏まえて、第9回中央委員会総会は、旧中層から来年の1月末までを、第26回党大会成功を目指す、大運動目標総達成の特別期間に設定することを提案します。全党のあらゆる 力を集中した取り組みによって、統制拡大運動の大飛躍を作り出し、すべての支部、グループ、党機関、議員団が、自ら決めた大運動目標の総達成に挑戦することを心から呼びかけるものであります。特別機関を成功させるためには、次の3点が何よりも大事であります。第一は 党大会決議案を全党の決肉にし、政治的な力にすることであります。特別館の成功の前提となり、最大の力となるのは、党大会決議案の討議です。党大会決議案は、今後全党討議で豊かに練り上げていくことになりますが、大会決議案には、考慮の今日的具体化、全党の、 英知と実践の結晶が込められています統制拡大という立場から見れば大会決議案にはその条件や可能性が全面的に示されているとともに大運動目標の達成より強大な日本共産党の建設が情勢と国民が強く求めているものであることを深くつかむことができます特別感の取り組みの 最優先課題として全党員に一刻も早く党大会決議案を届け、独立を進め、すべての支部でしっかり討議しましょう。支部総会を、地区党会議の大議員選出だけに終わらせず、時間をとって討議を深めるとともに、総会待ちにならず、毎回の支部会議で繰り返し討議し、それを力に党勢拡大に取り組み、その成果や経験に立って、 さらに討議を深める。これが全党の英知を結集して大会議案を練り上げる仕事の最も重要な取り組みであります。第2は、支部が主役の自覚的な取り組みを全党の体制にすることであります。すべての党組織、すべての支部が大運動目標とそれをやりきる実践計画を決め、支部が主役の 自覚的な取り組みを全党の体制にすることが重要です。八十パーセントの支部が大運動について何らかの活動を具体化しましたが。そういうところでも、目標が決まっていないという状況も広く残されています。党機関が親身の援助を強め。文字通り全党組織が目標を決め実践計画を具体化するところまで。見届けることが大事であります。 大会決議案は、党建設の重視すべき基本方向として、安倍自公政権の暴走と戦う国民運動を発展させる先頭に立って奮闘すること、国民に溶け込み結びつく力を強めること、党の全体像を丸ごと理解していただく活動を抜本的に強化することと一体に、党建設統制拡大を進めること、また、党建設において、 量とともに必要の立場を貫くことなどを提起しています特別官の活動でもこの方向を堅持することが大事でありますとりわけ党の風を起こす国民の中に打って出て宣伝署名活動などを旺盛に展開することと結んで党政拡大を進めることが今の情勢の下では極めて重要であります 大中のの無数の集い特に DVD を使って気軽に誰でもどこでも開けるミニ集いと赤旗ハ講読の2つのハガキの積極的な活用は活動に取り組む渋谷党員を広げ党員拡大読者拡大の飛躍をおかしする重要な力となっています例えばミニ集いについて一言しますとこの間の実践で4つの効能が明らかになっています 第一は、DVD の中身は党員と支持者の心を動かします。まず何よりも、機関の会議や支部会議で党員がまず見る。第二に、結びつきを生かして気軽に誘い、いつでも開くことができる。これは身に集いの効能であります。5人、10人集まらないとだめと考えずに、マンツーマンでも可能と、玄関先でも可能であります。 第三に、相手の思いや疑問を何でも聞き、丁寧に答えることができる、いわゆる双方向型になります。第四に、DVD を視聴してもらい、4つの大切をきちんと納得して入党してもらいますから、入党後の成長に心配がありません。こういう4つの効能も生かして、大いに身に集いをすべての支部で取り組むようにしたいと思います。 二つのはがやは身に集いは、支部や党員の結びつきを生かした新しい党勢拡大の法ととして、この間の実践で豊かに実証されています。これらを一気に全支部のものにしていきましょう。第三に、国政選挙並みの臨戦体制を確立することです。特別機というのは、限られた期間に党勢拡大の目標を達成しようという運動であり、 それにふさわしい構えと体制、臨戦体制の確立が決定的に重要であります。臨戦体制の最大の眼目は、全支部全党員の特別機関への総決起を実現し、その力で大運動の目標を総達成することにあります。支部総会を特別機関の取り組みを飛躍させる結節点に位置づけて、100%の党員の参加で成功させることも その重要な一環であります躍進を勝ち取った先の参議院選挙時にも勝る体制手立てを直ちに具体化実践し党大会の成功を目指す特別機間を必ず成功させましょう全党的に集中した取り組みを日々推進するために特別機間中日々の結果を集計し対策を講じると。 対策を講じるというところに着目をしていただきたい日報を実施いたしますまた条件に応じてたまり場を設け焚き出しなどを行うことも大切であります日中層でも言われましたが日報の実施によって当機関の指導が日報項目だけの狭い指導数多いの指導にならないよう地方自身も肝に銘じたいと思います 中央をはじめ党機関は支部へ、支部は国民の中へ、特別機関をすべての支部グループ議員団の運動にし、目標達成にお互いに責任を果たしたいと思います。年末を控え、財政活動を重視したいと思います。党大会に向けて、党員の自覚的結集のバロメーターである、 逃避納入を軸に財政活動の4原則、党費、機関し次第募金節約ですが、この一つ一つを重視して、全党の取り組みでこの分野でも前進を貸しておりましょう。最後に、党創立90周年を記念した昨年の大運動は、2010年参議院選挙での党が交代し、強い逆風が吹いているもとでの取り組みでした。 今回は党躍進を受けて情勢に前向きの大激変が起きているもとでの取り組みであります安倍政権の暴走と対決し対案を示し国民との共同を広げる我が党への国民の期待は大変大きいものがあります大運動目標の達成は国民的な意義を持つものであることをお互いに深く自覚し 党勢拡大大運動の歴史的高揚の中で党大会を成功させるために全力を挙げることを呼びかけるとともに大会決議案と合わせた熱心な討論で必ず目標をやりきる決意を固め合う総会となることを期待して報告を終わります 2>,、えー、2つの報告が<ん>終わりました。 これから約15分休憩をした後討論を始めます提案された2つの決議案を一括して討論したいと思います討論時間は一人8分以内7分で予例を